はい、こんばんは、カブパパです。今日はですね、ちょっと非常に欲しかったものがですね、Amazon で出品されてたので、まあ、思わずポチっちゃいました。まあ、ちなみにこれです。まあ、さっきね、佐川で届いたばっかなんですが、開けちゃいますね。ちなみにこれです。マナースルのキャンピングストーブ、96というふうに書いてあります。これいわゆるあれですね、灯油ケロシンストーブのマナースルの一番ちっちゃいモデルがこちらの96というタイプになります。まあこういうですね、ソフトケースに入ってるんですが、以前のマナースルストーブというのはこういうソフトケースじゃなくてですね、ブリキのカンカンに入ってたんですね。ちなみにまあこれ参考の画像ですけど、まあこんな感じです。実はですね、うちの親父がですね、やっぱり山をやってましてね、若い頃僕がちっちゃい頃もですね、親父と登山をした経験が何回もあるんですが、その時ですね、このマナスルストーブを持ってたわけですね。で、まあその時のマナスル欲しくなって、親父にどこ行ったって言ったら、もうどっか行っちゃったということなんで、まあ、改めて買おうと思ったらですね、もう全然売ってないんですね。ただ国内でですね、工場で作ってるところあるんですけど、吉川製作所さんというところで、まあそんなに売れるもんでもないんで、そんな作んないでしょうね。作ったらすぐですね、売れちゃって欠品になると、まあ、いうような状況で、運よくですね、さっきまあ、Amazon でポチったって言いましたけど、運よく出品されてたんで、あ、これは一回逃すとやっぱり来年までないなということで、まあ、ポチっちゃいました。大体ですね、このケースの大きさなんですが15センチくらいかな、 15×15 で、高さが10センチくらいですね。まあ、ちっちゃいお弁当入れぐらいの大きさです。開けてみます。こんな風になりますね。おお、こんな感じいいな、これ欲しかったんだよね嬉しいな、なんか。で、これが本体ですね。で、これが錠後、専用錠後ですね。それとこれがですね、これがバーナー本体ですね。で、バーナー本体をちょっと開けてみます。いやー、これね、なんか真鍮っていいな、すごいドキドキする。いい年こいてこれはドキドキしますね。こんな感じになってますね。これがフレームリング、まあ、炎を整えるリングですね。で、これが風防です。これがニップルですね。で、これがバーナー本体、これが燃焼皿、まあ、ここに余熱のアルコールとかですね、メタを置いてですね、余熱をします。まあ、こんな風な感じ。あとはですね、これが説明書ですね。マナスル96と、こちらの部品がなんだ、五徳か、こちらがですね、五徳ですね。五徳の3本がここに入ってます。と、これが、バーナーヘッドを、まあ、取り付けるネジというのが、スパナですね。バーナーヘッドを取り付けるスパナが入ってます。と、これがこちらがですね、まあ、開けないでおこうと思うんですが、掃除の針ですね。多分ね、うちの親父がね、やってた時は毎回使うたんびにこう針を掃除してたような、こう、まあ、針でね、掃除してたような印象があるんですが、まあ、そんな頻繁にやらなくてもいいと思うんですけど、まあ、こんなものが補修部品としてついてます。はい。でね、ちなみにね今日
これ灯油入れて燃やしたいんですが、実はあの私の家はですね灯油レスの家で、まあ、ほとんど電気なんで、灯油がございません。で、まあ、灯油ねこれ使う分って1リッターぐらいで間に合っちゃうんだけど、これ実際タンクはね 0.2 リッター 200ミリリットルですね、まあ、それしか使わないんですけど、まあ、そういうわけで灯油が今ないんですね。で燃焼実験はね、灯油を買ってきてから行いたいと思いますが、ちなみにちょっと組み立てだけねやってみたいと思います。このような本体があって後ろがですね、足がついてますので足を開きます。で、まあ、このように置きます。ちょっとね、僕も自己流なんで正しいやり方があるんでしょうけど、まあ、もしありましたらですね、まあ、突っ込まないでいただきたいんですけど、それではですね、ちなみにここ安全弁、これ実はですね安全弁ついてないんですよ。マナスルの、このモデル3つあるんですけど、この一番ちっちゃい96っていうのはですね安全弁がないんですね。ここは投入口、吸入口っていうか、まあ、これなんですけど、通常これの上のモデルだとこれ安全弁がついてるんですが、これ安全弁ない、なくたってね、まあ、灯油だからなんとかなっちゃうんですけど、ただこれ空気逃がしがついてます。これで、まあ、火をですね調整というか、まあ、基本的に空気逃がしですから調整というかこう火を止める、まあ、そんなのに使います。最初はですね、まあ、灯油入ってると仮定しての話ですけど、まあ、少し開けときます。真ん中のネジを外します。こんな感じです。これなくさないようにですね、ここですね、これにピッとこのポンプの先っちょのところにですね、つけとけます。まあ、こんな風にここにつけます。空いたところにさっきのバーナーヘッドを、装着します。でこの 安げなこれ多分ね17ミリぐらいですね、17ミリぐらいのスパナで、締めてあげると、まあ、こんな感じで、今日はできないんですけど、まあ、大体この時点で、まあ、メタとかですねアルコールとか、まあ、実際ちょっと温めてこういう灯油をちょろっと吹き出させてもいいんですけど、それで余熱をしてですね、まあ、余熱をして、で大体ですね、まあ、余熱はその燃料によって余熱の、まあ、メタとかですね灯油とかアルコールによって若干変わるんですが、大体燃え尽きたなというぐらいの時にですね、ここを閉めて、空気弁を閉めて軽くポンピングをですねシュッシュッと、まあ、大体 2,3 回でいいと思うんですが、そうするとボッと火がつきます。で、まあ、余熱の炎がですね収まれば綺麗にだん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 こう燃焼してくれます。まあ、4,5 回ですね追加で押せばですね、青い炎が吹き出ると、まあ、そんなような状況ですね。まあ、その前にですねこれは入れとかなくちゃないんだけど、五徳をですねはめといた方がいいかもしれませんね。まあ、こんな感じです。マナスル96、これね非常に灯油を入れて運ぶとなると、1キロ近くなるんで、まあ、これでですね山登るってね非常にこう辛いと思うんですよ。昔の人は本当に偉かったなと思うんですが、まあ一回試しにですね、山登ってみたいと思います。実は動画にもやりましたけど、あげましたけど、先々週が宇都宮アルプス低い山だったんですけど縦走しました。先週は日光の奥日光ですね、奥日光の西の湖の方をぐっとトレッキングで回ってきました。まあ、ちょっとそんな今ね病み上がりなんで、そんな軽いこうトレッキングをしてるんですが、ちょっとそれに持ってってですね、性能を確かめてみたいというふうに思います。非常に楽しみです。はい、そういうことで、マナスルの96の紹介でございました。はい、どうもありがとうございました。